独立行政法人国立病院機構大阪、利山医療センターは大阪府豊中市に所在する医療機関。独立行政法人国立病院機構が運営する病院である。旧国立療養所、利山病院。政策医療分野における神経、筋疾患、呼吸器疾患の専門医療施設である。近くには大阪国際空港があり、 阪神高速や中国自動車道のインターチェンジからも近く交通の便が良い。また、筋疾患や結核の専門病院であり遠方からの患者も少なくない。1917年大阪市立ト山療養所が設立される。当時は結核は国民病であり死亡原因の第一位を占めていた。この施設は結核専門の診療所であると同時に 根本的な治療方法のない結核という病気の研究機関でもあった。1947年、日本医療団より国営に移管、国立療養所、舎山病院となる。研究部門は昭和26年に設立された私立医科大学附属、舎山結核研究所として分化し、1955年には大阪私立大学の医学部附属として編入された。 同研究所は日本結核病学会の設立にも関わっており、結核治療という分野に関して言えば、日本国内で最古の歴史を持つと言える。2019年3月31日に結核病床を廃止。2019年4月1日に大阪利根山医療センターに改称。結核研究所の歴史。2010年5月1日閲覧。 大阪府医療機関情報システム大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課2020年7月12日閲覧第2種感染症指定医療機関の指定状況厚生労働省2021年1月20日閲覧ありがとうございます